つのルールがある。こちらからは話しかけない。だからあなたの方から猫にまずご挨拶を。でも慣れ慣れしい口を聞くと退けられる。まず猫に出会ったならば経験な心でおきゃ。これこそ猫への正しい礼儀なのだ。信頼受けるためにはしばし努力してほしい。捧げ物を贈る。語りかけて信じられる時を待つ。必ずその時が来る。その時あなたは猫を